皆さんこんにちは、ルイザーチカズです。今日もですね、ユミさんとジョンさんが来てくれています。ありがとうございます。第2弾ということで、はい、日本撮りでやらせてもらってるんですけど、今日は、まあ、前回そういう、こうタックルがすごい選手、ジャッカルがすごい選手を挙げてもらったんですけど、まあ、今回はちょっとこうフォーカスを自分たちの台に当ててみて、1991年から93年、4年ぐらいの一緒にこう戦ってきた中で、こいつやばかったとか、ちょっと珍エピソードみたいなのをちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、こうトーク的な感じで話していただけたらなと思うんですけど、いいですか？はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあとりあえずこの世代、野中さんとユニさんの世代ってめちゃくちゃスター多いじゃないですか。この世代でナンバーワンは誰ですか？元気よるし、豊かもそうやろ。確かに本当に黄金世代です。この92年生まれ。高校の時だけで言えば一番やばいのは竹中さん。ああ、竹中さんやばかったですね。流行ったもんね、これマフロン。確かに、こいつだったね。マフロン。あとヘッドキャップがちょっと大きいやつでこうなってたら、あ、竹中やみたいなありましたよね。あったな、ヘッドキャップの後ろ色変えるとか。確かにやばかった。確かにやばかったですね。アニメ好きやし。ちょっとなんかプレイスタイルと日常生活にすごいギャップありますね。だからそういうなんでどんどん出していってもらえたらなと思うんですけど。でもマジで俺らの世代で、俺ら世代でみんな言うのは西内が一番やばかったっていう、絶対。そうですね、まあ、前回の動画にもできた西内さん、まあ、ヤマハに行かれてもう引退されたんですけど、うん、やばかったですね。やばかったね。やばい。まあ、その首怪我戦やったら本当多分代表なっとったし。確かに。こけても何回も行くもん。そう。キャリーやばかったしな。すごいし、ジャッカルもできるし。ヒットネスすごいやん。ああ、確かに。忘れてた。めちゃくちゃヒットネス3年な。ドエルなんやね、本当。痛いの好きやし、きついの好きやし。確かに。すごかったよ、高校生って。西内さんやばかったですね、本当に。新七郎とかしと松下天才ね。あいつは天才やったよ、マジで。消えた天才ね。消えた天才。まだったな。急に言うけど。確かに。すごかったよ、ほんまに。西七郎。ほんま天才と思った。ラン、パス、キック、全部できるし、男前やし。確かに。いや、出てきますね。もっと遡っていいやったら、俺は中学校の時の、はい、だから大阪桐蔭のおかちゃんっていうやつが、もう知らんかな、おかちゃん。おかちゃん。おかちゃんがもうやばすぎて。何ですか？中学校からいいよ。で、当時中学って夏の選抜と冬の選抜があんねんけど、はい、もちろん監督むっちゃ怖いの、はい、足利先生っていう人がおんねんけど、はい、1日スーパートンぐらいタバコ吸うてんねん。むちゃくちゃ怖いの、歯真っ黒で他校の生徒とかでもボロカスいたりするの。でもめちゃくちゃいい人で、はいはい、ラグビーに熱くて、その人が聞くねん、冬の選抜にも入りたいのお前らで、はい、ここ上がってラグビーするやつ手上げろみたいな感じで全員バーッと上げて、岡ちゃんだけ手上げへんって。もうほんまめっちゃエグいプレーが、ヘイトで。で、岡本って、お前何すんねんって言ったら、いや、就職しますって言って、みんなの前で怒られて。プレーエグいのに冬外されてるから。マジっすか？へぇー。で、それで大阪桐蔭、大学はもう行かなくて就職ってこと。さやな、大阪桐蔭から、でもそっからはもう何してるかしら。ああ、そうなんですね。でも真面目に働いてるとは聞いたけど、はい、中学、俺らの地域の中学のやつ、その大阪全般に聞いたら、お母ちゃんは結構有名。はい、ああ、そうなんですね。やばかったみたいな。ほんまにエグいやつめちゃくちゃおったんや、やっぱり。やめたやつとかも。うん、今はトップリーグでやってないやつ、もうほんまにエグいやつめちゃくちゃおったんや。ああ、やっぱ、ゴールデンエイジっすね。いろんな意味で。ほんまにほんまに。吉川さん代理誰かおったっけ？俺ちょっと、まあ、お前らの吉川代理は坂手ですね。坂手ね。でも坂手は、あれですよ、中学の時は本当に弱いチームにいたんで、もう僕 あのスクール一緒の友達と坂手しかほぼ経験者がいなくて、あいつ一人でラグビーしてましたよ。へぇ、本当にそんな感じで、キックとかもしてたの。へぇ、坂手、丸坊主時代。そう坂手丸坊主時代。はい、まあ、でもやっぱ一個上の台にはかなわないですね。徳ちゃんもあるしね、俺は。あ、そっか。そうですね、徳永さんもありますね。わー、分かったの、徳永も。確かに。北出もね。あ、北出さんも。うん、確かに、えぐいっすね、その世代で。ほんまに。北出はほんま。
ハンドリングだったら堀江さんの次ぐらいになるマジでハンドリングいい。ああ、そうなんですね。なんかこう、そういう人たちのなんか面白いエピソードじゃないですけど、なんかないですか、こうラグビー中とか一緒にやってきて。水上、はい、一緒、俺の時の東のキャプテンやったけど、はい、あいつ面白かったよね。プレイもちろんめっちゃすごいんやけど、プレイもそう、ラック中にさ、相手にずっとこうこうしたりとかさ、やってたんですけど、で、花園のなんかほら、抽選の後とかさあ、あれですね、準決勝と準々決勝の時の抽選ですよね。意気込み言うのにさ、伝説伝説っすね。頑張りますとかさ、言うのにさ、あいつ風邪ひかないように頑張ってくださいとか言ってさ大問題だったよ。大問題だった。前代未聞っすよね、さすがに。あれは水上さんやばかった。風神ダメンタル一緒で、あの全国大会で、あのなんか整列して並ぶじゃないですか。プラカードの女の子が前に立って歩くじゃないですか。東の旗めっちゃでかくて、あこうやって水上さんが持って歩くんですけど、ずっとこうやってあのプラカードの女の子の顔に当たるようにこうやってあれはマジでおもろかったっす。ちょっとなんかいたずらっていう面で言ったら昭和のラグビーとかあったら俺らの大学あったね。ちょっといたずらやってたもん、やっぱり。確かに今の子たちはやっぱ真面目やから、ね、全部が真面目。そうですね、ちゃんと真面目。え、関西のエリアはなんかなかったんですか。いや、もうやばいやつしかおらん。なんかちょっと教えてください。まずさっき言った足川先生。足川先生バスめっちゃおるな。富永出身のめっちゃ仲いいやつがいて、栗田工業の前だった人だけど、はい、当時富永、東区の方富永って言われるところであって、まずグリッドから返却つけさせられるのよ。うん、当時その富永から選ばれて選抜の練習行って、選抜の練習とかやっぱ結構軽い感じでするから、うん、もうみんな試合はセンスでやってるみたいな、うん、そいつが帰ってきて富永に悪い文化を持ってきて、グリッドの時は撤去せんねんみたいな。それでもう足足せんねん。マジっすか。で俺らもでも下から怒られたよね、東福岡は。そうっす。え、そうなの。なんなら僕が焦ったのは、あの東って絶対ヘッドキャップとあのソックスで、あの練習に来ないといけないんですよ。布巻さんがニュージーランドから帰ってきた時に、あのくるぶしとあとヘッドキャップ被らずに練習出てて、オッケーだったんですよ。いや、もうめちゃくちゃ怒られたよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。怒られたよ、めちゃくちゃ。大学先生に。あ、そうなんですね。そうだよ。2年で、根本さん3年じゃないですか。うん、2年の中ではざわついてましたもんね。あ、マジ。いや、あ、3年生もしなかったんやそれ。あ、全員。あ、そうなの。はい。くるぶし、根本さんくるぶしで来たって。ヘッドキャップつけてないみたいな。確かに高校生のくるぶしはないな。かぶれとったっちゃうよね。いやー、でも結果的に後にも先にもこの代ほどラグビー、いいラグビー選手が生まれたっていうのはないんじゃないですか。そうね、そうね、めちゃくちゃいますもんね、今出した中でも。そうですよね。でトップでやってる人がまた多いっていう。多いな、すごい代ですね、本当に。高い位なんか、あ、やっぱ結構つながりあって、うん、なんか仲良くする感じなんですか。コロナじゃなかったらその同窓会っていうか、ね、あれ企画しとったんやけど、うん、そうなんですね。できることは、うん、ちょっとまたなんかそういう同窓会とかやったらまた教えてください。いやー、絶対ゴールやな。いや、本当に今日はありがとうございました。いやいやいや、ちょっと1年ぶりに出てみて、ちょっと感想だけ最後もらっていいですか。はい、前回の収録よりはスラスラ喋れたと思います。これを機にね、自分も YouTube チャンネルを解説して。何するんすか。僕も前回よりはスムーズに、あ、話すことができました。ありがとうございます。いい編集してくれると思うんで、ね、本当にありがとうございます。編集したいからな。はい、また見てください。頼むわ。はい、お願いします。ということで、この動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、さよなら。